4年信州川中島八幡原に万全の布陣を整えた信玄は敵勢の到来を大然と待ち構えていた。越後の竜と甲斐の虎、思えば2人はこれまで見たびこの川中島で対峙したものの直接感化を交えたことはなかった。よどめも睨み合いが続くかに見えたが、武田軍は別動隊を上杉勢のこもる西女山に派遣する。背後から急襲させ敵を八幡原におびき出し本隊とで攻撃する、名付けて啄木鳥の戦法だが、武田の目論みより一時以上早く浅間屋を切り裂いて上杉勢が現れた。さては啄木鳥が仕損じたか。焦る信玄の目に北条築家に乗りこちらを兵営する将の影が映る。間違いない、あれが団長将筆正虎その人であろう。かたや正虎は夜半に敵の迂回を察知していた。敵の裏をかき未明のうちに密かに山を下り武田本隊を奇襲せん。霧の中下山した正虎の目前に堂々たる陣容が広がる。中央の将棋に座る将は信玄入道その人であろう。初めて戦場で相まみえた竜子、先に動いたのは竜だった。狙うは信玄の首一つ。護衛の槍ぶすまをかいくぐり正虎は馬上から太刀を振り下ろす。諏訪保障兜の半馬を先断しようとした刹那、間一髪信玄の軍配がその刃先を弾いた。新幹線主体の戦国時代にあって本来ありえないはずの大名同士の一騎打ち、互いに侮れんとの印象を強く残しつつ、竜子はこの後も戦い続けることになる。